ベルガミー2級フリゲートは、イタリア海軍が運用するフリゲートの緩急。フランスイタリア共同で進められてきた、他人ムフリゲート計画に基づいて、イタリア海軍向けとして、設計、建造されたものである。また、アメリカ海軍のコンステレーション級のベースともなった。本級は、レーダー、硬派、音羽など、あらゆる領域について、シグネチャーの提言を起としたステルス艦として、 設計されている。レーダー断面積低減のため、船体外壁には、傾斜が付されており、レーダー波反射源となる搭載艇などは、船体内に収容するか、開閉式のシャッターによって覆われている。また、主機関をコドラグ方式としたことも、水中放射殺音の低減によるステルス性の向上に役立っている。本級では、巡航時には、ディーゼルエレクトリック方式による、 電気推進で高速時にはさらにフィアット、ゼネラルエレクトリック LM2500G4 ガスタービンエンジンによる機械駆動も併用して推進機を駆動する方式とされている。これによって特に巡航域での燃費は非常に改善されており、12から14ノットでの高行時にはディーゼル発電機2から3機を作動させれば高行に必要な電力を供給できることもあって、 ガスタービンを使って同速度で航行した場合と比べて電気推進であれば約三十から四十パーセントの燃料施設になるとされている。メインセンサーとなるのは C バンドの回転型多機能レーダーである MM スパイマイナス七百九十でこれは環境構造物上型に設置されている。なおアンテナ部は従来はパッシブフェーズドアレー式とされていたが本級向けのものは アクティブフェーズドアレー式に改正されたともされている。また、対水上捜索用として、MM-SPS-791 も閉鎖されるほか、電子攻撃を受けている場合や電波完成状況を想定した電子光学センサーとして、ザース赤外線捜索追尾システムも装備されている。水速機器としては、5kHz 級の低周波ソナーであるトムス -4110。41 CL をバウソナーとして装備するほか、艦尾からは、栄光式のムズ -4229 キャプテスを展開できる。対戦型、汎用型ともに、環境構造物直前の全艦板に、アスター15個間防空ミサイル及び、アスター30艦隊防空ミサイルのためのシルバー A-50VLS2 機を装備している。これらは、インペハータ機能レーダーによって誘導を受けている。 また近距離での戦闘に対処するため、対空、対水場用としては、エリコンクバ 25mm 機銃をオートメラーラ社の、単装マウントに配して全照両脇の上部、構造上に一機ずつ、また対戦用としては、MU90 単魚雷用の連装魚雷発射管を、上部構造物中部両源のシャッター内に配している。その他のミサイル兵器及び、方向兵器については、対戦型と、 汎用型では、差異が生じている。対戦型対戦型のカルロ・マルモッティに監視手法は 76mm 砲艦砲としては、オートメラーラ射程62口径 76mm 単装速射砲を採用しており、監視パンと上部構造物交弾に1機ずつの計2機を搭載している。これらは同社が開発した対空誘導砲弾であるダートに対応している。 放射撃式装置としては、RTN-30X 火器完成レーダーを用いた、モチータ二 -25XP が採用されている。また、艦隊艦ミサイルとして、テセウマーク2を4連装発射機2機に収容して搭載するほ。汎用型、汎用型の、ルイージ・リッツォ監視手法は 127mm 砲。基本的は配置は対戦型と同様だが、 艦首の 76mm 単装速射砲に変えて、64、合計 127mm 単装速射砲が搭載される。これは、やはり同社が開発した、対地攻撃用の GPS 誘導砲弾である、ブルカーノの運用に対応する。また、ミラス対戦ミサイルは搭載されず、代わりに手セをマーク2の搭載数が倍増する予定である。ありがとうございます。